皆さんどうもタイガです。お疲れ様です。今回やっていくのはスキル発動率にあまり影響しない大型トップ5やっていきます。トップ5というかベスト5というか、はい、5キャラね選んでやっていきたいと思います。というわけでまず1キャラ目は皆さんご存知レッドドラゴンですね。このキャラはね、まあもちろんスキルもすごい強力なんですが、まあスキルを打たなくても、まあそれなりに頑張ってくれるよねと。大型を倒すとき、スキル打たなくても殴り勝ってくれるよねっていう、正直なところね。まあスキルもすごい強いですよ。ただスキルを打たないから負けましたってことが極端に少ないキャラかなっていうキャラを今回紹介していきたいと思います。というわけで1キャラ目はレッドドラゴンなんですけど、マーミーとレンも引いてるんで、ゴリゴリ行きたいですね。相手マッキンキンだな、キャラが。取れたらラッキーぐらい。多分剣士置いてると思うんで、剣士置いてないんだ。ちょっと取れるっすねこれ、ラッキー。はい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 、そこは倒してもろて、はい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 、呪い発動からのトン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 でこいつやりに行ってもらって、ダミー化して、強すぎ、マジ強いな。さあこいつのまま倒してほしいなと思うんですが、倒せず、ただもう一体マミーいっちゃおうかな。さあマミーはいったが、チビブル召喚ドンのダミーか、あとワンパンで取れる取れない、まだ全然、あとワンパンだが取らしてくれる、オッケー。ここっすね、大事なのは。これ射程勝つんで、よいしょ。あ、待って、去ってる。うわー、やったわ、これ。下手くそやったね。もったいないね。スキル発動率に大事。はい、スキル発動率が大事なキャラ。で、マンミー使いすぎて、ネームをセットするキャラがいなくなっちゃってる。チューブで行こうか。で、アイテムを渡し台で、レッドバカさせる。太っちょ。カメ。フランケン、ウサギ、あともう一枠いたっけ、いないよね多分。はい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 、なるほどね。はい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 、スキル打たなくても別に関係ないよっていうキャラですね。コストはいっぱいあるんで、あとは押し切りたいなってことなんですけど、どうでしょうか。ただ取りでは取れると思う。からの爆押し、干渉は無理かな。剣士いっぱいいるけど、上に大砲撃ってくると思うんで、下に剣士いっぱい切りましょうか。大砲撃ってこないぞ、ワンチャン落ちるぞこれ。レドラは行かない。いや撃ってきた、無理か、惜しい。というわけで1キャラ目はレッドドラゴンでございました。続いてやっていきましょう。はい、というわけで2キャラ目はヴィーナスですね。ヴィーナス、そしてお相手がフレンドで、ヴィーナスなんですけど、まあ、なんでスキル打たなくてもある程度できるよって話ないかというと、そもそもヴィーナスが苦手なキャラは、そもそもスキル封印も入りづらいです。はい。で、ヴィーナスが得意なキャラであれば、もし万が一スキル封印が入らなくても、射程勝って殴りながら、最終的に殴り勝つこともできます。ただ、スキル封印が入った方が、ヴィーナスがあまり削られないよと。入んなかったら、壁張れば倒せるけど、削られるよと。そんな感じかなと思います。まあ、あとはね、ブルドラとかブラドラとかバルーンとかにもね、そうですけど、スキル封印入れた場合、自分がね、出すね、他の中型たちが、変に削られなく済むよ、といった具合かなと思います。はい、鳥で狙っていきましょう。よいしょ、大砲も一発。取れたらラッキー。取れました。さあ、鬼んこ召喚して。しかし、キャラは出てこないぞ。これもしかしたら、あやのさん、俺だって分かって、カラトロしてくれてんな。はい。というわけで皆さん、使う場面はありませんでしたが、ヴィーナスでした。はい。ベスト5。あ、苦手なキャラ来た。けど、出てこない。ありがとうございます。なんか何もせずに終わったけどね。まあ、説明はできたかなと思います。他のキャラも行きましょう。はい。それではね、3キャラ目いきます。3キャラ目は、最近ね、強いって言われているとあるキャラ。まあご存知の方も多いと思う。最近強いと言われているとあるキャラ。
ポセイドンですね。はい。まあ、なんだかっていうのはね、理解できてる方はもうすでにいるかもしれない。ポセイドンは、スキルが1回発動すると、トライデント3本の槍をね、持ちます。そして、それで殴るんですけど、そのトライデントで敵を倒した場合、トライデントのね、本数がね、1本ずつ回復します。倒すために回復。まあ、1回のトライデントで、1回まで回復。はい。できるんですよね。つまり、2回目のスキルが発動しなくても、場合によっては、状況次第では、もう1回ね、トライデントのスキル全て終わってから、もう1回スキルを打たなくても、いいよっていう場面が生まれる可能性があると、言ったわけですね。とりあえず、しょうがない。さあ、ガッツ行きましょう。さあ、箱に入ってもらって、ああ、そうなったらもう、ミノフィーかな。まずミノフィー行こうか、これとは。射程分かってるんで、こうやってね、スキルを打たないと困るよっていうキャラも存在してるんで、そこはね、あれなんですけど、まあ一発さえ打ってくれればとりあえず最低限の仕事はするよねっていうのが、とりあえずポセイドン。負けてますけどね。はい、とりあえず倒してもらいました。フレフラも置きます。取られたけどね。食べてほしいな。もうキャラがいないんで耐えるしかないっていうね、現状ね。はい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 、ここは与えてもらって、これクレフラ死ぬんじゃね。死ぬじゃん。イフリート一体に狩られてんのお前。ダメだなクレフラ、これ狩られるっすね。はい、抑えられるかな、天才にできるかなって感じ。チビブルは2本いるけど、キメラをやれなかったのは痛かったね。ヘッジ無理だねこれは。さあスキルも速攻で発動していく。ダブルスキル発動、しかもあのヘッジオクが止まっていない。一体は倒してる。偉いけど。このヘッジオクを倒すことができないんだよな。うん、無理ですね。残念。はい。まあ、負けてしまいましたが、ポセイドンも、そんな感じ。3本の槍を打ってる間に中型を倒して回収して槍の本数を増やしていくってことを考えれば、他のキャラほどはスキル発動率に影響しないのかなとは思います。はい、それではやっていきましょう。4キャラ目。4キャラ目は、これはですね、初手スキル発動、初手スキル発動確定だからです。はい。しかも火力がすごい高いと。グリーンドラゴン。このキャラは、そもそもの一発目のスキルで、他のキャラと合わせてあげれば、相手のね、キャラが潰れるんですよ。それをしてあげられたら、もし万が一2発目のスキルを打たなくても、まあそれなりにもうだいぶ削ってくれてるんじゃないかなっていう状況を作れる。なんなら倒してくれる。スキル一発プラス火力キャラ1体とかで。グリドラにディケード合わせるだけで、相手のね、キャラ、あの中型とか、中型も大型もね、全部倒してくれる。あとスキル一発で大体中型バンバンなんで、それも強いかなと思います。なんかすげえ、なんかすげえ後ろから出てきた。タイミングマシ。はい。はい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 。はいはいはい。さあ、しかし、苦手な、サイドが苦手ですね。よいしょ、ヒュドラは奥。横当てもする。ここからですね。こういう時に、1回目のスキルが確定なのと、火力が高いんで、これだけで、その後スキルがなくてもこれ倒しちゃうんですよね。倒してくれてるから別に大丈夫だよっていう状況を作れる。はい。はい、トマホークで肩パッ倒してあげて。よいしょ。はいはいはい、チビブル切ってあげて。さあ、回復も入れながら、さあ、トーン。倒してもらって。まあ、かなり強いですね。使いやすく。倒してくれて。とんでも狙いに行く。よろしい。よろしいよ。取るでも取って。あとは干渉。
まあグルダナもすごい未だに強いですね。未だに強く使いやすいキャラ、かつ、スキル発動率にそこまで影響されないキャラですね。1回のスキルで大体滅ぼすことができます。すげえ分回ってる。はい、そしてね、5キャラ目やっていきます。ごめんなさい、もしこの5キャラ目そのキャラ引けなかったらカットします。サブリーダー設定し忘れた、サブリーダー設定し忘れたんで、そのキャラが引けなかったらカットします。引けるかな。正直引きづら、引けましたね。よかったよかった。というわけでキメラですね。はい、5キャラ目はキメラ。まあ多分ね、最初からあれキメラはいないのかなって思った方もいらっしゃると思う。キメラになります。手札やばいですけどね。手札だいぶやばいんですけど、ちょっとすみません。あのキメラの設定し忘れたんで、これでこうしました。やっていきましょう。手札やば。何これ。とんでもない手札になってんな。さあ、バイク。取んないんで、もうこれは考えるすぐ切りましょうか。はい。はい。さあどうなるかな。チビフォア使わせたいですね。チビフォアたち、うまいことキャラ数使わせて、取っちゃうの。それ取っちゃった。取るんか。まあいいや、取るな。取るでやってもらおう。はい、ここもまたまあまあ、さっきセットしたグリドラもね頑張ってくれてるんで、てかまあまあの強いところが見せられてるんだ。逆に、なんかまあまあがすげえ頑張ってるとか見せてくれば。さあまあまあ臭い水入れていく。それまあまあだけでやっちゃうんじゃないのワンちゃん。あ、無理か、さすがに。結構削ったな。はい、バイク出てくるでしょう。で、まあグリドラいきます。はい、どうなるかな。まあ、ここは倒せるじゃん、この火力ね。で、ここね、グリドラ、あー、クリドラに来てるか。じゃあキメラいっちゃおう。この横当てね、スキル打たなくていいんですよね。打たなくていい、倒してくれるから全部。打たなかったら超破壊力で全部壊す。はい、打ったとしたら回復すると。で、対大型戦の時は打ってほしくないですよね。対大型戦の時に打たれちゃうと攻撃しないで終わっちゃうから打ってほしくないんだけど、対中型戦やったら場合によっては打ってもいい。まあ打たないでほしい時もあるけどね。はい、というわけで干渉狙いましょう。あ、トントン、いけそうですね。これキャラいっぱい出てる。グリドラのスキル発動率がやばすぎるね。はい、というわけで完勝でございます。キメラ、レッドドラゴンとかを一方的に殴ることも可能というわけですね。ありがとうございます。はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。今回やっていたのは、スキル発動率にそれほど影響されない安定気味なキャラですね。スキル発動率にあまり影響されないキャラ、ベスト5やっていきました。レッドドラゴン、そしてヴィーナス。ちょっとヴィーナスの戦闘見せられなかったですけどね。まあ一応ヴィーナスですね。はい、そしてなんだっけグリーンドラゴンと、まあキメラも言いました。で、そしてもう一体ですね、グリードラ、キメラ、あともう一体どこ行ったっけ。ポセイドンか。はい、ポセイドン、この5キャラですね。ちょ、まだスキル外れずアップつけてないですけど、アビーチ。はい、こんな感じになります。今回のこの5キャラが、スキル発動率に影響されづらいキャラ、になります。参考になれば幸いです。スキル発動率ってやっぱりどうしても確率なんで運が絡むんですよね。その運で負けたとか運で勝ったとかいろいろあると思うんですけど、運で負けたくないなって思う人もいると思うんですよ。もちろんね、スキル発動率を最大限に生かすためになるべくスキルを打ちやすい状況を作ってあげるのもその人の PS ではあるんだけど、それであっても打たない場合もあるから、打たないから使いたくないよっていう人も絶対いるんですよ。そういう方にはおすすめのキャラたちです。はい、というわけで皆さん今回もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さんチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったらぜひご視聴ください。それではお疲れ様です。